今日のお客様は理科で遊ぼう会の田中さんと生野さんです。こんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。今日はお忙しいところありがとうございます。はい、いろいろ今日はね、理科で遊ぼう会さんについてお伺いしたいと思うんですけど、そもそも理科で遊ぶものなんですか？遊ぼう会は、まあ、遊ぶというのは大事なことだと思うんですけど、遊び心、つまり工夫っていうことが大事だよっていうのを伝えたいというのが一つの命名の一つの要素になってます。会の方っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？正会員20人を少し増えてますね。20人を超えてます。それからそれ以外に協力会員、それと参助会員入れると30人を超えてますね。参助会員とか協力会員は何をしてくださるかと、いろんな工夫する教材を作るための材料を集めてください。教材ということですね、はい、ということは理科で遊んでいるのは田中さんや生野さんではないということ。例えばベンチボックスは安くあげるには、ラップの紙芯が使われるんですけど、それを集めてくださいとか、そういう仲間がいるわけです。でも面白いがいいということですよね。何かを自分で作ろうとか何か考え出そうというような意欲っていうのは、多分多くの普通の人にとってみれば実体験のあるかないかってすごく重要だと思う。やっぱり実体験をさせたい、それがっていうふうなことでしょうかね。やっぱり小さい時に実体験をするっていうことが大事なんですかと思いました。じゃあその理科で遊んでいるのは、お母さんたちが遊んでいるのではなくて、子どもたちにこう体験をさせてあげたいから、この会を始められた。我々も遊んでるようなんですけど楽しんでは、つまり教材は手作りで持っていくっていう手作りのところはみんな楽しんでるわけです。もうどんどん開発はみんなするし、自分で改善もするし、だからみんな楽しんでますよ。そうか、理科の実験をするのにいろんな道具とかがあるわけで、工作室でみんなで作業始まると、まるで中小企業の工場にみたいなのみたいになることもあります。そうなんですか。まあちょっとあれですけど、田中先生ぐらいの、まあいいお年の方たちが集まっていらっしゃって、平均70ぐらいですかね。そうなんですか。私は若い方で、しかも女性とても少ないんですけど、男性が多くでも最初やっぱり入った時に、何このおじちゃんたちのこのキラキラした少年のようなというのがやっぱりすごく、だから環境情報センターでもね、で子ども向けの講座をもう何回もやっていただいてるんですけど、はい、いろいろやっていただいてるんですよね。そうですね。その時は朝早くが真っ暗な時から土を取ってきて、木漏れ日の土を取ってきて、そうですよね。お部屋の中で土湯の中から出てくるこうちっちゃいいろいろな足がもちゃもちゃしたのとかね、で子供たち嫌がるかと思ったらキャーキャー喜んで、ね、僕はいまだによって、あの船体って一つの写真見ると楽しい。そうそう、地球を支えてるのはああいう微生物なんだっていうのを気づいてほしいですよね。理科って環境を守ってるわけでもないだろうにっていう感じがするんだけれども、これなのにいっぱいやっていただけてるっていうのは、環境を考えると理科が頭を出してくる、まさにその理科の知識考え方と、まさに考え方が非常に重要だろうと思いますけどね。理科の理って何ですかって言った時に、理つまり断りっていうことなので、物の原理、なぜかな、不思議だな、どうして、それが全て理科です、っていうふうに教えますね。でそれでもよく分からない時には物の原理ですよね。だからあなたがそこにどうして生きてるの、なぜ今瞬きしたの、どうして手が動いたの、今呼吸したでしょ、どうしてそこに机があるの、物は落ちてどうしてそこ転がるの、全部理科ですって言ってしまいますね。なんか正しい答え を見つける、正しい答えを導き出すというよりは、なんでって思うことがまず大事、当たり前のことなんだけど、どうしてって分かると、その次を展開する力が生まれるし、で新しいものを作れるし、困った時に自分が次どうしたらいいかを考える力にもなるし、じゃあ何かこうなんか不思議だなとか、これどうしてうまくいかなかったんだろうって思った時に、私なんかだとまあいいかなって思っちゃうんだけど、それはどうしてだろうってこう考えようよっていうのが結構難しいんじゃないか、めんどくさいじゃない、ね、考えたりいろいろするのって、その火付け役ですよね。そうですね、それやっぱりそこへ、そういう気、それを実際に突っ込んでいこうという気持ちになれるかならないかは大事なことだと思いますね。そういうところですね。
私は理科嫌いだった、だけで、ある振り子の Y 字振り子っていう振り子ので絵を描かせるような、図形を描かせるような時期があって、最初いつの間にか理科の授業をやってるってことを忘れて、理科じゃないような気持ちになって、いや理科なんだけども、彼女にとってみればこれは理科じゃないという気持ちになって、集中して、そんなその世界に、つまり知的好奇心が僕は私は理論化されたんだと思うんですけど、じゃあその子は今日も理科のいつも嫌な理科の授業で何を覚えて何やらされるのかなじゃなくて、何かやってたらなんか面白いんだけど、自分に吸い込まれていっちゃったというね。実験がないとどうしても知識を伝えることが中心になって、知識はね、知識はものを考えるに対する材料としては非常に大事だけども、実体験がないと、と僕は思うんですよ。だからそので、実際やってる方々みんなその研究者とか技術屋さんが結構多いので、と現役でね、そうですね、だから先生と違う体験をされてる方、でそのバックグラウンドはやっぱすごく広いんですね。もう、子供たちの何十倍じゃないけれども、すごい経歴がある方とか、それをこう話しするっていう経験も、実験だけじゃなくってとても大きな収穫があって、自分の担任の理科の先生からはちょっと得られない、また別のものが得られない ね、いや、なんかたくさんの子どもたちにね、そういう体験をしてもらいたいですよね。いろんなね、こう多様な人がこう関わってるっていうのはとてもいいですよ ね、折り紙の天才みたいな方もいらっしゃるしね、折り紙名人がいます、はい、登場しますからね。そうですね、ぜひまたちょっと工夫して、 常にやっぱり自分たちでも我々の勉強していないと新しいこともできないかなと思うので、それで子どもたちがなかなか大人と遊ぶ機会がなくなってるんですよと、ということを言われて、で、あ、これは僕が最初に考えたことの一つとしての遅延による教育っていうのと結びつくなって僕は思ったんですね。地面に、はい、お互いの体当たりってとても必要だと思うんですね、だからやっぱネット社会でいくらブログやって何かあったとしても、それはぬくもりはないし、匂いもないし、その結局表情もない、わからないですよね、っていうことで感じ取るものってやっぱりそれが人間を作っていくんじゃないかなっていうふうに私は思いますね、だからその最初、ちょっとあれ、ちょっと僕ら理科って言ってますけど、理科が、できるのが理科だから、理科で付き合ってるんで、例えば僕らが一生懸命やったからって全員が理科好きになるわけでも何でもないわけですからね、だけどこういった接触を通じて、もしその子が理科好きにならなくても、理科の方向に進まなくても、何か工夫をしてすることの面白さ、それから社会 に積極的に関わることの面白さっていうことをなんとなく感じ取ってくれて、将来そういうような活動へ関心を持ってくれるようになってくれたら、これは素晴らしいことだろうなと、そう願っています。今日は理科で遊ぼう会、田中さん、正野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さて、今日の FM 相模エコで行こう相模原、理科で遊ぼう会の田中さん、正野さんにお越しいただきました。たくさんいろいろお話を伺いましたけれども、まさに今求められている大切な活動だなというふうに感じました。